コロラド州の歴史では、主にアメリカ合衆国コロラド州となった地域にヨーロッパ人が到着してからの人類の歴史と社会活動を外説する。人類の歴史としては1万3000年以上も遡ることになる。ラリマー軍のリンデンメイアー遺跡は、フォルサム文化の古代遺跡であり、およそ紀元前1万1200年から同3000年の間と同定される。 人工異物が出てきている。この地域を訪れた最初のヨーロッパ人はスペイン人のコンキスタドールだった。1598年7月11日にフアンデオニャーテがリオグランデのプエブロ族の中に後にスペイン植民地サンタフェデヌエ・ボメヒコとなるところを設立した。スペイン人は後にコロラド州となる場所のような北方まで入植しなかったが、 この地域に住む先住民族としばしば交易した。アメリカ合衆国は1803年のルイジアナ買収でフランスからロッキー山脈の東側地域の領有権を獲得した。合衆国の領有権主張はスペインがサンタフェデヌエボメヒコ植民地周辺の広大な地域が主権を有する交易地帯だという主張と対立した。 1806年にゼブロン・パイクが合衆国の偵察遠征隊を率いて論争のある地域に入った。パイクとその隊員は翌年2月に三類渓谷でスペインの騎兵隊に逮捕されチフアフアまで連れて行かれて7月にはメキシコから追放された。1810年9月16日、ミゲルイ・ダルゴイ・コスティーラが メキシコのスペインからの独立を宣言した。メキシコ独立戦争が長引くと、合衆国は1819年のアダムズ・オニス条約でアーカンザス側から南と西の領域に対する領有権をスペインに譲って、同時にスペインからフロリダを購入した。1821年8月24日に調印されたコルドバ条約でメキシコはついに、 スペインからの独立を勝ち取った。メキシコは、スペインの領有権主張を引き継いだ。メキシコ人交易業者は北にも向かったが、メキシコ人開拓者は合衆国が1850年に、ユト族と休戦条約に調印するまで北緯37度線より、南に止まっていた。1832年から1856年の間、 フランス人やアメリカ人を含み多くの公益企業者、罠漁師及び開拓者が、アーカンザス川沿いやフロントサンガ近くのサウスプラット川沿いに公益基地や小さな開拓地を設立した。著名な公益基地としては、アーカンザス川のベントトリデや、プエブロトリデ、サウスプラット川のセントブレイントリデがあった。先住民族から提供される主要公益品は、 バッファローの毛皮だった。アメリカ合衆国は1847年にメキシコを侵略し、1848年のグアダルーペイダルゴ条約でメキシコの北部領土を放棄させた。このことで南ロッキー山脈のすべてがアメリカ人開拓者に解放された。合衆国はその地域を1850年に創設したニュメキシコ州と州に分割し、 さらに1854年に組織化したカンザス巡州とネブラスカ巡州に分けた。アメリカ人開拓者は岩だらけのロッキー山脈を避け、さらに西のオレゴン州、カリフォルニア州あるいはデザレットに向かった者たちは多くノースプラット川やスイートウォーター川をたどり、現在はワイオミング州のサウスパスに達した。1851年4月9日。 ニューメキシコ州、当時は、ニューメキシコ準州タオスからのヒスパニック開拓者が、三類に開拓村を作ったが、これが、コロラドでは、最初のヨーロッパ人による、高級的開拓地となった。1849年と1850年、カリフォルニアゴールドラッシュに向かっていた、近短求者数帯が当時は、カンザス準州西部、現在は、 コロラド州北東部のロッキー山が未約6にあるいくつかの水流で少量の砂金を発見した。当初近海は金探求者の注意を引かなかったが、ロッキー山脈の金の噂が持続し、いくつかの小さな集団が地域を探検した。1857年夏、ニューメキシコ巡州からのスペイン語を話す、金探求者の一体がチェリークリークより、 約5マイル上流のサウスプラット川沿いで先を探した。翌年、ジョージア州からウィリアム・グリーンベリー・グリーン・ラッセルが、チェロキー属金探求者の一体を率いサウスプラット川沿いで金を探した。1858年7月の第1週、グリーン・ラッセルは、リトルドライ川川口近くで、小さな氷砂交渉を見つけ、これが、 約20トロイオンスの鐘となって、ロッキー山んが地域では、初めての重要な金の発見となった。金発見の知らせは柴叩く間に広がり、パイクスピークゴールドラッシュを引き起こした。続く3年間に10万人以上と見られる金探求者が、地域に群がり集まった。地域内の川や、水流の氷砂交渉は、急速になくなったが、甲府たちは、 間もなく近くの産地で遥かに貴重な金、銀、その他鉱物の鉱脈を発見した。1859年10月24日に、ジェファーソン巡州の暫定政府が設立されたが、連邦政府の認可は降りなかった。暫定政府は1861年に、コロラド巡州が組織化されるまで、公式の位置づけではなかったものの、地域を自由に管理した。 1859年のデンバーコロラド巡州は1861年から1876年まで存在したアメリカ合衆国の自治的領域である。その領域は現在のコロラド州と一致する。巡州は1876年8月1日に合衆国のコロラド州として認められた時に消滅した。巡州は 地域内に初めて大きな白人開拓者の集中を見た1859年のバイクスピークゴールドラッシュの後で作られた。準州を作る基本法は南部州が合衆国から脱退し南北戦争に突き進んでいた1861年2月28日にアメリカ合衆国議会で成立しジェームズ・ブキャナン大統領が署名した。 淳州の創設で合衆国が、鉱物資源の豊富なロッキー山脈の支配を確保たるものにした。州昇格も、すぐのこととみなされたが、淳州の州昇格の望みは1865年の末にアンドリュー・ジョンソン大統領の拒否権で妨げられた。ユリシーズ・グラント大統領の任期中も、州昇格の問題が再燃し、グラントはレコンストラクションの間、 しぶる、連邦議会に対して、終章格を訴え続けた。コロラド戦争は、アメリカ合衆国と、カヨワ族、コマンチェ族、アラパホ族及び、シャイアン族の緩い同盟との間の武装闘争である。この戦争は、コロラド準州の東部平原を中心とし、結果として、これら4種族は、コロラドから、 現在のオクラホマ州に強制移住させられることになった。この戦争には1864年11月のサンドクリークの虐殺という悪名高い出来事が含まれていた。この戦いは当初アメリカの新聞で大勝利と称えられたが、後に大量虐殺の野蛮行為だと分かった。アメリカ陸軍の指揮官。 ジョン・チビントンの違法行為に関する連邦議会公聴会が開かれたが南北戦争の終結で白人のインディアン戦争に関する見方の中では重大な転換点となった。1868年、ジョージ・アームストロング・カスターに率いられたアメリカ陸軍が押した側の戦いでアラパホ族やシャイアン族との抗争を再開した。1875年3月3日、 連邦議会は権限付与法を成立させ、コロラド準州が州になるための要求事項を規定した。1876年8月1日、ユリシーズ・グラント大統領は、コロラド州を合衆国38番目の州として認める声明に署名し、このためにコロラド州は100年州というあだ名がついた。新州の領域は、コロラド順州で定められた領域と、 同一だった。1893年には女性が参政権を獲得した。コロラド州は住民投票を通じて女性参政権を認めたことでは合衆国最初の州になった。デイビス・ウェイチはウェイト知事がコロラド州で女性参政権を認める憲法改定の運動を行った。ウェイト知事は鉱山所有者が立ち上げた軍隊から候補たちを 保護するための周兵を招集したことでは、数少ない選挙で選ばれた知事の一人としても、著名である。ウェイトは、人民党の所属だった。1858年から1861年の、パイクスピークゴールドラッシュ参加者は、フィフティナイナーズと呼ばれ、新しく到着した者の,の多くが、デンバー地区に定着した。収益を上げられる量の金が、 セントラルシティでも発見され、1860年までに、セントラルシティの人口は6万人となった。1879年、レッドビルで銀が発見され、コロラドシルバーブームとなった。初期の鉱山開発は、共同事業が多かった。しかし、採掘しやすい、氷質鉱脈が枯渇すると、鉱夫たちは、行動掘りに変わっていった。 そのような事業の運営には大きな資本を必要とし、最高権という経済概念が発生して、鉱山所有者と鉱山における労働力を得るようになった甲府たちとの間に周期的な紛争が発生した。鉱山が深く掘り進まれるにつれて危険度が増し、労働は辛いものとなって紛争の条件を生んだ。1880年。 共和党のフレデリック・ピトキン知事は、レッドビルの鉱山ストライキを抑圧するために、戒厳令を宣言した。1890年代、多くのコロラドの甲府たちが、自分たちを守るために組合を結成し始めた。鉱山を運営する側はこれに反応して、鉱山所有者の協会を作って、紛争のお膳立てをした。鉱山労働者と、 鉱山運営者の間の著名な労働葬儀として、1894年のクリップル・クリークストライキと1903年から1905年のコロラド労働者戦争がある。最初の開拓者たちが到着して間もなく石炭の採掘も始まった。石炭の発見は貴金属ほどブームの循環を起こさなかったものの、初期の石炭産業も交付と、 鉱山所有者との間に激しい対立の条件を生んだ。よくある問題は賃金、労働時間を呼び、労働条件だったが、甲府たちは公平さの問題や会社が彼らの個人生活を支配していることも心配していた。コロラド州における初期採炭業は極度に危険であり、合衆国でも高い死亡率が出ていた。石炭甲府は、 鉱山の支柱作りのような安全ための労働にも代価を払わなければならないことに不満であり、また会社の店舗でのも通用する代用貨幣で給与が支払われることもあり、その商品価格は会社が決めているものだった。1913年のストライキは1914年のルドロー虐殺につながった。1927年にあったもう一つの石炭ストライキは、 コロラドでは初めてのコロンバン虐殺としてよく知られている。1933年、連邦法で初めてコロラドの石炭交付が報復の恐れなしに組合に参加することが可能になった。あらゆる資源抽出産業と同様に工業は交付協のある産業であり、長い間に多くの小さな町が建設され資源が取り尽くされたり、 市場が崩壊したりあるいは他の資源が有用になった時にそれらの町は放棄された。デンバーの北やボルダーの東に測って100以上の石炭鉱山があった。天然ガスのラインが引かれた時にこれら鉱山は閉鎖し始めた。石炭や貴金属は現在もコロラド州内で再興されているがここ数十年間で工業は劇的に変化した。 2007年のモリブデン最高の復活という報道は相反する反応を生むことになった。レッドビルはクライマックスでの最高開始を歓迎し、マウントエモンズで提案された創業について、クレステッド・バットでは強い反対があった。シルバークリーク貯蔵所モリブデン鉱山の場所であるリコの世論はさらに分かれた。そこでは開発を計画している土地が、 鉱山会社に買い上げられている。コロラドの19世紀は、宝刀秩序の上で、難しい状況で終わった。最も悪名高いのがクリードであり、そこでは、ロバート・フォードのようなガンマンや、ソーピー、スミスのようなペテン師が君臨した。当時のデンバーポストは大部分値だり商売であり、金を払わない者には、中小記事を書くと言って脅した。 デンバーポストはその値だり商売の一部として、ウォレン・ハーディング大統領内閣のティーポットド,ドーム事件を暴露したが、これが後に偶然真実だと分かった。進歩主義時代の1915年から1917年、コロラドは労働災害保障法を可決し、同時に州内での禁止法も制定した。1920年代、クークラックス・クランが、 コロラドの重要な政治勢力となった。民主党知事、ウィリアム・スウィートは、クランの強い反対者であり、1925年に、クラン会員である、共和党のクラレンス・モーリーのために、知事職を失った。1940年代、共和党知事、ラルフカーは、人種差別に反対し、第二次世界大戦の間連邦政府による、 日系アメリカ人の抑留に反対することを怖高に主張した。1942年にカーが再選の時を迎えると宗教和党はカーの代わりにジョン・ビビアンを知事候補に指名することにしたが、これは抑留と人種差別に反対するカーをめぐる議論によるところが大きかった。1964年コロラド州議会は当時議員で後に知事になった。 リチャードラムによって書かれた人口中絶自由化法を合衆国で初めて採択した。1960年代遅く、デンバーでは人種暴動の形で暴力事件が起こり、大学の建物が急進派によって焼かれた。1972年、コロラドは冬季オリンピックの開催地に選ばれていたにもかかわらず、これを返上した唯一の場所となった。 コロラド州の選挙民が大会を開催することに関する費用を集めるための再建問題を否決した後で国際オリンピック委員会は1976年の冬季オリンピック開催地をオーストリアのインスブルックに変更した1976年ジョージ・ブラウンがレコンストラクション時代以来合衆国で二人目となる黒人副知事になった1984年 ディックラム知事は安楽司法を支持するとして議論を呼んだ。ありがとうございます。